アンダーソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は58,458人であり、2000年の55,109人から6.1%増加した。軍庁所在地はパレスティーン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アンダーソン軍は1846年に組織化され、軍名は テキサス共和国の副大統領を務めたケネス・エル・アンダーソンにちなんで名付けられた。テキサス州東部のインディアンは開拓者に友好的だったが、その後カヨワ族、キカプー族、キチャイ族、アパッチ族、コマンチ族が地域内に侵入してきた。これらの部族は、狩猟を行い、土地を耕し、商売もうまかった。1772年までに、彼らは、 ブラゾス川のウエコやトリニティ川の上流、現在のパレスティーンの地に住んでいた。ウィチタ族のタワコニシ族は、州北部の出だったが、南の東テキサスに移住してきた。1843年からは、テキサス共和国やアメリカ合衆国と結んだ条約の相手がタワコニシ族だった。1836年5月19日、コマンチ族、カイオワ族、カド族、 ウィチタ族の同盟軍がパーカートリデを攻撃し、トリデ10人の大半を殺すか誘拐するかした。18人の開拓者がなんとかヒューストントリデに逃れた。ヒューストントリデは1835年にインディアンに対する守りのために現在のアンダーソン軍内に設立されていた。パーカートリデで捕虜になった中には後にコマンチ族の州長クアナ・パーカーの母になったシンシア,アン・パーカーが いた。アンダーソン軍の住人には、今でも、シンシアの血を引く者がいる。1838年10月、トマス・ジェファーソン・ラスク将軍がフランクストン近くで、ヒカプー族集落を襲撃し、東テキサスでのインディアンとの戦いを終わらせた。1826年に、デイビッド・ジー・バーネットが、コアウイライテハス州の議会から、現在のアンダーソン軍の領域で300家族分の、 土地特許を受けた。地域開拓者の大半は、州南部やミズーリ州から来た者たちだった。バプテストの精神的指導者、ダニエル・パーカーと他に8人の者たちが、イリノイ州ラモット・デ・ピルグリム・プレデストリナリアン・レギュラー、バプテスト教会を組織した。その会員が1833年に、テキサスのフロンティアに流れてきた。この集団の中に、サイラス・エム・パーカー、モーゼス・ヘリン、 エリシャアングリン、ルーサー・ティエム・プラマー・デイビット・ホーケンベリー、ジョシュア・ハドレー、サミュエール・フロストがいた。現在のライムストーン軍中央を流れるナバソタ川の近くにできたパーカートリデは、近隣では最初期の実際の開拓地になった。パーカートリデが攻撃された後、生存者のうちのいくらかは、アンダーソン軍の領域に移った。1846年3月24日。 テキサス州第一議会でヒューストン軍から分離してアンダーソン軍が設立された。軍名はケネス・ルイス・アンダーソンにちなんで名付けられた。パレスティーンが軍庁所在地に指定された。南北戦争の開始前にアンダーソン軍は住民投票を行い合衆国からの脱退を承認した。南北戦争が始まると元パレスティーン地区判事のジョンイーチ・チリーガンが アメリカ連合国内閣の郵政長官を務めたが終戦時に捕らえられ23ヶ月間を独房で過ごした。レコンストラクションの時代にはパレスティーン住人である第9地区判事、リューベン・エイリーブスが司法手続きに黒人が売信員として参加することを拒んだこともあってレコンストラクションへの障害として職責から外された。1875年。 インターナショナルグレートノーザン鉄道がパレスティーンに機械修理工場と事務所を置いたので、その後の5年間で人口は2倍になった。1928年1月、ハンブルリジー・スミス1号油性と呼ばれた、軍内では最初の油性が稼働した。1929年から2000年までの累計石油生産量は2億9590万4540バーレルになった。 1950年から1960年の間にテキサス州がガスエンジェリング野生生物管理地域を購入した。その名前は地域に指名された最初の生物学者で1951年12月13日に密漁者によって殺されたガス、A、エンジェリングにちなんで1952年に解明されたものである。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は1078平方マイルであり、この内陸地1071平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は0.66%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アンダーソン軍はダラスフォートワースメディア市場に属している。視聴できるテレビ局は9局ある。またタイラー・ロングビュー。 ジャクソンビルメディア市場からの放送を受信できる。テキサス州刑事司法省が軍内で男性用州立刑務所を運営している。ベット、コフィールド、マイケル、ポーリッチの各刑務所とガーニーの移送施設がパレスティーンの西7マイルの未編入領域に置かれている。ベト刑務所には強制施設第2地域維持本部が置かれている。アンダーソン軍は 次の教育学区が管轄している。ありがとうございます。